田内閣の発足に伴い、政府は昨日の臨時閣議で副大臣と政務官の人事を決定しました。副大臣に就任した26人のうち、自民党の23人は派閥の勢力をほぼ反映する形で、女性の起用は鈴木貴子外務副大臣1人にとどまりました。新時代共創内閣の一部として基本方針を肝に銘じ、政策の実現に邁進していただきたいと思います。初めての副大臣会議で岸田総理大臣は、国民の声を聞いて丁寧に政策に反映するよう指示しました。また政務官28人については女性が4人、参議院からの起用が11人でした。